みんなさんこんにちは。今日は特定技能外食業、言葉単語勉強しましょう。周りとは前や後、右や左などあるものを取り囲んでいる空間、あるものの近く。要例、火を使う機械の周りに燃えやすいものを置いてはいけない。要例、包丁やナイフを使うときは自分の周りに人がいないか確かめる。ここまで以上です。今日もありがとうございます。みんなさん頑張ってください。